サキ、本名、ヘクター・ヒューマンローは、イギリスの小説家。オー・ヘンリーと並ぶ短編の名手であり、ブラックユーモアの強い、意外な結末を持つ作品を得意とした。筆明の、サキは、ルバイアートに登場する球児から取られていると言われるが、南アメリカに生息する猿サキに由来するという説も、ある。前者の詩は、レジナルドーン・クリスマス・プレゼンツなど、 作品中で言及されているが、後者の猿も、ザ・リー・モルディング・オブ・グルビー・リントンで主要な役割を担っている。重邸に、作家のドーン・フォード・エイツがいる。インド警察に勤務していた、スコットランド系の父のもとに、ミャンマーで生まれる。2歳の時、母が妊娠したため母子4人で、デボン・シュピルトンに住む、父方の祖母及び二人のおばのもとに滞在中に、母が牛につかれて、流産。 死去し、そのまま姉、兄と共に祖母とおばに引き取られた。エクスマスのペンカーウィック校、ベッドフォード校で学び、卒業後、退職した父と共に、ヨーロッパを旅行して回った。1893年、父に習って、インド警察に入り、ミャンマーに配属されるが、2年後、マラリアにかかったため職を辞して、イギリスに戻り、ジャーナリストに転身。ウェストミンスターガゼット、 デイリーエクスプレス、モーニングポストなどに記事を書く。1900年、ギボンを版として書いた歴史書、ロシア帝国の繁栄を出版。1902年から1908年まで、モーニングポストの特派員として、バルカン、ワルシャワ、ロシア、パリに赴き、その傍らで短編小説を執筆。その後ロンドンに腰を落ち着け執筆活動を継続する。 第一次世界大戦が始まると、すでに43歳となり、規定の年齢を過ぎていたにもかかわらず、軍に志願し、軍装勤務五条まで昇給するが、1916年にフランスの前線で命を落とした。タバコの煙で敵に居場所が知られることを恐れていった。そのタバコを消してくれ。が、最後の言葉で、その直後にドイツ軍の狙撃兵に頭を撃たれたと伝えられる。 オーヘンリーと並ぶ短編の名手とされ、あっと驚くような意外な結末を持つ、構成の緻密な作品を多く手がけた。文体も簡潔で無駄がなく、気の利いた表現も随所に差し挟まれている。EV ・ルーカスは、泊まり客の枕元に、オーヘンリー、あるいは先、あるいはその両方を置いていなければ、女主人として、完璧とは言えないと評している。もっとも、両者の作風は、 対照的で、王・ヘンリーの短編は、庶民的で、情緒的、先は、貴族的で、霊笑的な傾向を持ち、残酷な作品も多い。怪奇的、超自然的な思考を持つ作品もいくつか手掛けている。代表的な短編に、開いた窓、飛ば森、話紙手、平和的玩具、スレドニバシター、狼少年などがあり、中でもスレドニバシターは何度も映像化。 アニメ化されている。作品の多くは新聞に発表された。短編集に、レジノルド、クロービス年代記、獣と、超獣などがある。全部で2長編、135短編及び議曲4編が発表されており、短編の半数以上は日本語に訳されている。日本語訳も短編編集が多く刊行されている。ありがとうございます。